青コーナーより皇帝戦士セイバー入場。赤コーナーよりファイティングビースト梶田正幸入場。ガンガン行け！ガンガン行け！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー190センチ頑張れ170キロ、行けよ！セイバー頑張れ頑張れ。赤コーナー183センチ110キロ、レフリー、タイガー・ハットリー。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴んだ、強烈に打ち込みます。パンチを打ち込んでまいります。フロントからのキック抱えます。ボディスラムで投げてまいります。返してまいります。テイクダウンを奪います。マウントを取ります。ガードを取ります。させません。マウントに移行します。パンチで返します。させません。馬乗りからナックルを入れていく。展開が止まります。外してまいります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。ああ、なるほど、そうだったんですか。相手を挑発してまいります。抱えます。パンチで返します。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ストマックへの攻撃であります。組みに行きます。バックに回ります。さあ、早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。抜けてまいります。
腕をフックします。耐えます。あっとバックに回った。エルボーでブロック、ロックアップ、巻き投げで切り返します。スタンディングを取らせます。このポーズです。腰を落とします。エルボーで返します。組み合います。逆に返します。ラフ殺法に転じます。あっとエルボー、行くのか。逆に投げてまいります。ローを打ってまいります。張ってまいります。掴んだ。ヘッドを打ってまいります。そのままプレスしていった。タックルで倒した。ガードしたいですね。外した。ああ、強烈にヒットしましたよ。記憶が飛んだか。いけるか。逆に返した。掴んだ。させません。ガードした。あっとラリアット。馬乗りからパンチを浴びせる。ブロックした。あ、今強烈でしたよ。俺が騎士も落とすな。聞こえてまいります。ガードした。ラリアットなぎ倒し。起こした。バックに回った。さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。ハンマーパンチ強烈。ハンマーを振りかざす。首根っこをつかんだ。ハンマーを落としていく。頭をつかんで強烈ヘッドバット。バックを取ってハンマー気味のパンチ。喉輪か。あと耐えた。組み合った。あとリフトアップ。腰に手を回した。逆にバックに回った。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。場外に降りる。リングに戻ります。抜くのか。食ってしまった。パワーボム。引き起こす。打たせない。スピアタックル。覆いかぶさって肩固め。ここでロープブレイク。すごい音がした。小股に挟んだ。出た。豪快パワーバム。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。抱えた。そのまま叩きつけていった。バックを取って抱え上げて超クスラム。さあ決まるか。